わかりました。そこまで言うならやってみましょう。今回はチャンスタイムなしのガチンコ対決です。5、4、3、2、1。牢屋インテリアスタイリスト対決第6弾。はい。お待たせ、第6弾でございます。はい、実況はいつものこと、私クルが務めます。よろしくお願いします。3回連続で出場してますタジーさんです。よろしくお願いします。お願いします、はい、そして久々の登場でございます、はい、ウベさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タジーさんとは師弟関係なので、まあ、やりづらいとは。そうだね、戦いたくはなかったですねえ、いつでもウェルカムなのに、まあ、という感じなので、もうメッタメタに叩きのめしてくれることを期待してます。頑張ります。はい、頑張ってください。それではルール説明を行います。今回はお二人に共通のテーマ、広さを用意しました。この対決ではそのテーマに沿って制限時間15分でお部屋をスタイリングしてもらい、審査員の判定で勝敗を決めさせていただきます。今回のテーマはお遊びなし、プロ同士の15分間本気のコーデバトル、よりおしゃれなスタイリングをした方が勝利となります。お二人には共通の3つのアイテムと、スタイリストがそれぞれ自身で選んだ1つのアイテムを中心にスタイリングをしていただきます。お部屋の広さは8畳 1K、 それぞれが作るお部屋のテイストと床色は対決直前にくじ引きで決定します。今回は時間いっぱい、センスを総動員してお部屋作りを行っていただきたいので、チャンスタイムはなしとなります。これまではですね、試合の間にチャンスタイムっていう時間があったんですが、今回はそれをなくしてます。なくしてね、はい、はい、まあ、というのもコメントでたくさんお声をそんなもんいらんといただいたので、はい、今回はなしでやってみようと思います、はい、ということで、ここでそれぞれが作るお部屋の床色をくじ引きで決めてもらおうと思います、はい、どうぞ好きな方を、うん、おー、AC に取らせると。開けてもらいましょう。どうぞ。はい、はい、ということで、梅さんがモルタル床で、タジーさんがフローリングと。そして次にテイストをくじ引きで決めてもらおうと思います。あ、テイスト、そうなの。え、はい、じゃあ開けてもらいましょう。どうぞ。お、はい、ということで、梅さんがホテルライクで、タジーさんが北欧フード。そうです、はい、あということなので、ああ、ま、梅さんは今からモルタル床でホテルライクのインテリアを、はい、タジーさんは白フローリングで北欧風インテリアを作っていただきます。はいということで、今2人の背後には共通のアイテムの他に自分で選んでいただいたアイテムが用意されております。それではお二人にそれぞれのアイテムを発表をしていただきましょう。どうぞ。このアイテムが今回の戦いの鍵になることでしょう。はい、それでは参りましょう。対決スタート。ということで、第6回目の白熱必至でございます。対決がスタートしました、はい、梅さんはテレビスタンド、ホワイトですね。そしてタジーさんはベッドにしようかな、あれ、座面の中に収納が可能なカウチソファー、まあ、コンパスですけど、うん、これを選んでおります。まあ、今回木下さんに監修していただいているので。そうですね、はい、うん、ルールとか家具とかね、はい、どれかな、床もですよね。そうです、テイストも、テイストも、はい、まあ、早速大きな家具をカタカタやってますね。まあ、まずはベッドなんですね。あ、ホテルライクなんでね、はい、ちょっとホテルライクっぽい感じ。でもなんかおのずと選んでる家具が割とテイストに合ってたような気がするんですけど、これは木下さんの意図があったりしたんでしょうね。はあの、どっちでもなるべくいけるように。なるほど、はい、使える家具っていうのを、はい、まあ、中性的じゃないんですけど、うん、そういった家具を選びましたね。どう生かすかは彼ら次第ですけど、はい、はい、そして、まあ、お二人が選んだ家具もですね、うん、おのずとではないですけど、うん、梅さんのテレビスタンドはまさしく木下さんが、うん、あのホテルライクなインテリア動画で紹介していたような、ね、はい、スタンドをたまたまですかね、
ね、あの北欧でもあのテレビスタンド行けるとは思うんですけど、はい、どっちかというとホテルライクっぽいんで、確かに。しかも床も梅ちゃんモルタルですよね。ハマったなって感じします。これたまたまですけど、うん、これ本当は始まる前はモルタル調の床の方が不利なんじゃないかみたいな話、あ、そうなんだ、はい、もうあったんですけど、うまいことホテルライク、まあ、モダンで、うん、バッテリーの合うテイスト、今回大きく肝になるのが、まあ、3つのアイテム、先ほどもお話ししてますけど、うん、まあ、結構この収納がでかいんですよね、うん、そうなんですね、はい、部屋はね8畳なんで、はい、ある程度ねゆとりはあるんですけど、はい、幅が150センチですかね、このモデルは。なんかサイズ感がちょっと意地悪だなって思いましたけど。サイドモード。まあ今回プロの本気のモデルバトルですね。そこなので、まあ、家具の、まあ、チョイスはまあほぼ同様にしてますけど、うん、あの小物の遊び方とか、ね、配置っていうのが個人的には肝になってくるのかなって思ってるんですけど、あのサイドボードの上の天板がですね、足の、はいはい、平らになってるんで、あそこでどう遊ぶのかっていうのが、結構量置かないと広さ的にもなんかバランス悪くなるような気がするんですけど、僕もだいたいサイドボード使うときは上飾ってますね。スタンドライトそれです。ちょっと今回8畳でも若干縦長ぐらいの広さなの で、ね、真ん中のスペースの使い方が肝になってくるのかなっていうところではあるんですが、やはり梅さん真ん中のスペースを見ながらどうしようというふうに悩んでるように見えますね。これ本当にアドリブですもんね。多分ちょっと困ってるんじゃないかな。どうやって物を埋めていくのか、配置で決めるのか。すげー聞こえてくる。タジさん、今日はもう5分で終わらせて10分寝るって言ってたけど、もう5分以上経ってますか。まだ終わってないです、うん、ちょっと私、木下さんに聞きたいんですけど、はいはい、どっちの床がいいですか、やるんだったら。あ、僕がやるんだったら、うん、僕モルタル調、モルタルテイストはホテルライク。あ、僕もあの YouTube で何回もホテルライク解説してるっていうのもありますし、やりやすかったりするんですか、うん、モルタル調のホテルライク想像がしやすいというか、うん、やりやすいっていう、あ、でも白のフローリングはかなりもともとやりやすい床ではあるんですけど、うんうん、あのグレーの床って無彩色じゃないですか、よく説明してますけど、あんまり特徴がないんで、うん、上の家具が引き立つんですよね。なるほどなるほど。だから僕はモルタル調の方がやりやすいですね。タジーさんの方は小物を少しずつ入れていってます、うんうん、そうですね、カラフルな花瓶フラーベースですかね。そうですね、はい、北欧ってあの定義が難しいというか、いろんな雰囲気といろんなテイストがあるんですよ、北欧の中でも、はい、その中でも多分ちょっと色を使う方のテイストをチョイスしたんでしょうね。タジーさんっぽい感じの遊び心を入れた感じになりそうな感じですね。という状況ですが、梅さんはまだちょっとそうです、ね、配置に苦戦しているようですね、うんうん、そのあたり指定対決ということで、若干ですけ先輩が、先輩が時間があるんで、はい、あ、最後の家具がようやく入りました、ね、今回はあのスタイリスト同士のガチンコ対決なんで、うんうん、どれだけおしゃれか、どれだけいい雰囲気のお部屋なのかっていうところを気付きます。なのであのできれば細部にこだわってほしい。そうですね、はい、普通の部屋はいいかなっていう、うん、すごいこだわってほしい、はい、やっぱタジさんの方カラフル系で、ですよね、すごい梅ちゃんの方はモノトーン系な感じがしますね、うん、で特徴的なのはやっぱりタジさんって空間を分けたがるイメージがあるんですけども、あ、今回もベッドの場所が壁際じゃなくて、確かに真ん中っぽい感じですよね、うん、はい、っていうのもワークスペースみたいなのを意識しつつみたいなところを想定しているのかなというふうに感じられるんですけども、うんうん、確かにそうですね、あれ寝返り打ったら落ちないんですか。あの奥の隙間に、ね、いや、みんな突っ込み出す落ちちゃいそうですけどね。あとから解説が楽しみですね。そう、確かにジュアルじゃないよ、なんか俺に対して。倉庫を行ってるうちに梅さんの方、はい、少しずつ小物を入れていったり、お、黒い、お、黒、真っ黒、攻めてますね、攻めてますね、まあ、でもソファーの足がちょっと黒っぽいんで、あ、なるほど、そこで締めたら確かに、はい、バランスすごい良くなりそうな印象はありますけど、確かに残り3分と45秒ほどです。すっごい微妙ですけど、うん、なんかいつもより時間が早い気がします。確かにチャンスタイムないのに、ね、はい、ちょっと遅いかもしれないですね、うん、
今回とかのサイドボードもそうですけど、はい、姿見の後ろもしっかり収納があるじゃないですか。そっか。だからなんかプロップ雑貨が大事になってくるなっていう、うん、何も置かないともう減点対象怖いなちょっとでも同じ家具3つもあるはずなのに全然雰囲気変わるですね。面白いですよね。使い方も重要ですよねやっぱり、うん、はい。もう残り2分少々ですけども、うんうん、13分でもうまさに北欧風な仕上がってますし、少しずつちょっと怖いのも大きくなってきましたから梅さんの方もホテルライクな雰囲気にバタバタしますね、はい、うんうん、落ちてしまったドライフラワーも気にせずドライフラワーの片付けを行っていますね。ホテルライクはそんなに物なくてもできるので、そういう点では有利かもしれないですよね。ですね、はい、ホテルライクの方がちょっと尖ったテイストではあると思うんですけど、そして北欧はある程度物量がないとちょっと作れないかもしれない。むずという言葉が出てますけども、やはり田尻さんってあんまりその北欧というよりかは色の濃いインテリアの方が得意なイメージは僕としてはあるので、ね、ヴィンテージとかね、はい、そっちの方が多分得意ですよね。とすると苦戦してるのかもしれない。苦戦ではないんですよ。負けられないですよね。ですよね、やっぱりプレッシャーが。ガチ勝負で後輩に負けたら明日から、はい、今回は言い訳できない、うん、はい、ガチンコですからね。ずっとプレッシャー与えられ続けてるねっていうところで残り1分になってます。どうなんでしょう。ほぼできてますけど、はい、ここから最後どう仕上げるかですね。やっぱり調整が。なんか食材をちょっと欲しいけど、小物をまだまだ追加したい梅さんですが、そうですね、田尻さんはゆっくりとクッションを詰めています、緊張感がさらに高まってきますが、残り30秒です。30秒、はい、本当は白 のここでオブジェ欲しい。大きい声を出してます。でも今回はあんまり使われてないっていう溜まってきてますね。そして田尻さんの方にはギリギリで食材が追加されました。ここでグッと空間が閉まった雰囲気が出てますけども、残り10秒です。8、7、6、5、4、3、2、1、0、終了です。お疲れ様です。なんかまだ時間欲しそうな感じがあったので解説がちょっと楽しみだなと思います。はい、どんな意図があってこの行動になったのか、それでは解説に行ってみましょう。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。なんか最後の方は、はい、もうちょい時間くれみたいな顔してましたけど、ちょっと欲しかったね、はいはい、何はともあれ、はい、なんとか15分で作り切ってもらったので、はいはい、ちょっとこちらのお部屋の解説なんですけども、はい、今回はガチンコ対決なので、はい、しっかりめにお願いします。はい、頑張ります。今回ですね、私が選んだのがテレビスタンドなんですけど、今回8畳っていうちょっと限られたスペースだったので、生活感だったりちょっとこう圧迫感みたいなところを減らしたいっていうので、テレビスタンドを選びました。壁面に置いてるんですけど、ソファーとかベッド、あとチェアとかですね、に座った時にどこからでもテレビが見れるような配置にしていて、結構こう空間全体を使ったレイアウトにしています。ソファーの足だったりとか、あとキャビネットの足とかも黒い素材が入ってるので、プロップに黒い色味を散りばめて、部屋の統一感を出しました。まあ、統一感のある空間だったかなというふうに思います。まあ、ホテルライクなので、そうですね、はい、小物は少ない方がいいっていうのは僕も知ってますよ、うん、はい、それがどう映るかですね、はいはい、そうですね、はい、田尻さんは結構余裕そうでしたね。いや、あのね余裕なかった。いや、余裕なんだろうね、あるように見せてた。そうそう、いや見せてたわけじゃない余裕だと思い込んでたの、はい、今回はガチンコ勝負なので、うん、しっかりめに解説お願いします。まず白フローリングと、北欧っていうテイストで、まあ、全体感、まあ、北欧ってまあ色があったりとか、木を使った、アイテムが、まあ、多いイメージかなと思ったので、全体感、そういったも散りばめてます。まあ、今回その、木下が選んだ商品3商品あったじゃないですか。ソファーとベッドでちょっと分けたいなと思った時に、この子をソファーエリアとこの、ベッドエリアで使い分けれたらいいなと思って、一つの収納を、そうそうそう、僕が選んだこのソファーなんですけど、これ
ここと、もう何も入ってないですけど、ここ、座面、収納になってます。あ、ちょっと。まあ、ここだけじゃなくて、なんか収納力があった方が、なんか目も引くんじゃないかなと。あと、まあデザイン的にも、まあ、足もこれ、あの木目ですし、あの使い勝手いいかなと思って。あと 1K なんで、一応、まあ、そのデスクエリアというか、まあ、ちっちゃいんですけど、まあ、こういう一つの部屋であの完結できるように、まとめてみました。ただちょっとあの懸念はあのさっきあの木下も言ってたんですけど、まあ、ベッドの置き位置が若干あの、まあ、宙に浮いてるというかあの空間の中にこう独立してる感じなので、うん、もしかしたら寝返り打ったら落ちるのかもしれない。ただまあそこは あまり考慮しないでいただきたいと思ってます。あの、まあ、北欧風のテイストはさっき決まったばっかりですけど、うん、選んだ家具が機能性とか色も相まってバッチリハマってはいましたね。ありがとうございます。はい、まあでも僕あのベッドを若干壁から離して置いてる時に一回落ちたことがあるので、うん、僕はちょっと壁際じゃないのが気になるなと思いましたが審査に移ります。さて現在審査員の審査が行われています。前回同様牢屋社員3名からなる審査員が制限時間15分でスタイリングされた2人のお部屋どちらがよりおしゃれかを審査し用意された赤か青の旗を上げていただきます。青が梅さん、赤が田尻さんです。そして多数決で旗が多く上がったスタイリストの勝利となります。結果発表はい、というわけで審査員の皆さんに審査をしていただきましょう。今回のガチンコ対決、よりおしゃれなお部屋をスタイリングしたのは青の梅さんか赤の田尻さんか、青か赤どちらかの旗を上げていただきます。それではお願いします。どうぞ。赤赤赤で田尻さんの勝利です。おめでとうございます。お久しぶりの3本すべて取りました。田尻さんおめでとうございます。いかがですか。いやあの、まあ、先輩としては、はい、あの負けられないなっていうのもあり、ただね、あのついてこいよっていうみんなついてこいよって。何はともあれ、うん、勝てて威厳を保てましたと。そうね、と悔しかったですね、はい、先輩に及ばずという結果になりましたが、はい、いかがでした今回。いや力不足だったと思いますので、もっと頑張りたいなと思います。まあついてこいよという言葉があったの で、ね、はい、ついていきます、はいはい、審査員の皆さんにもちょっと感想を伺おうと思います。ではまあ、私も一人暮らしをしている人としておしゃれにしたいけどこう物が多くて収納しきれないなっていう悩みがあったんですけど、お部屋見た時にそれがちょっと解決できそうだなって思えたっていうところから、ちょっと自分にも取り入れられそうだなって思ったっていうところでこちらを選ばせていただきました。僕はあの個人的になんかこの木の温かさみたいなところが気に入ったのと、キャビネットをこうソファーとベッドでこう分けて使えるみたいなところが面白いなと思って途中選びました。色の使い方がすごい可愛くて、一人暮らしをするときにアートとかを着たいなと思ってたので、ちょっとなんかこう実際するときのイメージが湧きやすかったので手を選びました、はい、本日の対戦は3対0で田尻さんの勝利となりました。おめでとうございました。というわけで最後に木下さんからお二人のスタイリングを見ての総評をいただこうと思います、はい、お願いします、まあ、僕があの3つ今回家具共通のやつ選ばせてもらったんですけど、はい、共通なのに結構2人とも違う感じの見た目で仕上げてくれたというか、まあ、さすがって感じでスキルを見せてくれたんじゃないかなと思います。で、田尻さんの方はちょっと僕あのペールトーンでまさか攻めてくると思ってなくてで、ペールトーンで色いっぱい使うって難しいと思うんですけど、それでもきっちり揃えつつ実際に生活する時のことも考えて、うん、実用さもありつつそのおしゃれさもあるみたいな、うん、そういったバランスが良くて今回勝ったんじゃないかなと思うんで、さすが先輩って感じでした。であの梅ちゃんの方はあの、うん、ホテルライク僕も結構好きでよく解説とかやってますけど、そのポイントをしっかりと押さえつつ、あの黒の差し色とか、うん、僕めちゃくちゃいいなと思ったんで、うん、もう正直あの僕はどちらが勝つか全然分からなかったんですよね。っていうぐらいいい感じのホテルライクなインテリアのコーデを作ってくれたと思うので、うん、梅ちゃんもお疲れ様でした、はい、まあそれぞれのコーデでぜひ参考にしていただきたいと思っております、うん、というわけなので、まあ、いつものごとくお二人が使っているアイテムに関しては概要欄に貼ってますので、気になればぜひご覧いただければと思います。
というわけで、それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。